そう、これだけやるんだっていうタスク型も失敗するし、これだけの時間をやるんだっていうのも自分には合わなかったわけです。感覚じゃなくて具体的な数値で示されるとですね、人はそうなのかって納得するんですよ。世界史はカセットついて、この5つは必ずタスクとしてあったんで、皆さんがどうやってやってるかとかはね、ぜひコメントにいただければと思うんですが、Hello there、 始まりました。森哲チャンネルです。今回はですね、そうです。今皆さん自宅にいると思いますので、自宅でどうやって勉強したらいいのっていうですね、話をしたいかなと思いますね。自分がね、実際やってたことと、自分が教える側になって気がついたことをちょっと話そうかなと思いますね。ああ、こうやってやると実は効果的だったんだなっていうのもね、教える側になって気づいたことは実はあるので、そういうのを話そうと思いますね。で、まあ自分自身はですね、そもそも、自宅以外であまり勉強しなかったタイプですね。だから図書館行ったりとか、まあ地方だとね、結構公民館で勉強するってね、人も多いと思うんですけど、で、そういうのができなくなっちゃってね、困ってるって人がいると思うんですが、まあ僕自身はそもそもその予備校の実習室とかでも、なんかね、周りに人いると集中できない。一人になりたいっていう感じだったんですよ。今はですね、そう、スマホがあるので非常に時間を取られると思うんですね。まあだから自分の時代はそんなスマホはなかったんですから、まああの携帯でネットにつなぐことはできましたけど、それでもね、動画を見れるとかっていうことはなかったので、やっぱテレビがメインになってたんですけど、その現役時代はそう、テレビ見ながらずっと数学やってたんでね、まあいわゆるもう今使うかわかんないですけど、テレビっ子ってやつだったので、本当にお笑い番組見ながら数学やるっていう感じだったんですよ。で、浪人の時はですね、これはまずいと。朝、僕コンビニでバイト5時からやってたんで、そう、5時からやんないと起きれないから、ね、もしバイト入れなかったら寝ちゃうから。あ、僕、東大の大学院の時もそうです。朝5時にバイトしてたのは、それ一限に行くためです。こんな起きれるわけないって思ってたから、慶応の時なんか本当に一限で起きれなくていけなかったんで、起きるためにです。で、その起きて、バイトして、で、その後でテレビ埼玉の昔のアニメっていうのを見ながらご飯食べて、で、予備校に行くっていう生活、浪人時代はやってたんですけど、ヨゼミだったら、笹井先生の授業とか、吉野先生の授業があったんですよね。で、勉強して、かなり授業、遅くまで、そうですね、世界史受けたりとか、小論文受けたりとか、で、結構遅い時間までやって、戻って、でから次の授業の予習とか、あとは復習ですよね。だいたいね、そう、復習、特に世界史苦手だったんで、最初間に合わなくて、やっぱ土日にドンとやるっていう感じになってました。そうです、今まさに予備校にも行けない状況なんで、私の土日にちょっと近い、そしていわゆる夏休みとか講習期間中に授業がない状態と同じような感じになってると思っているんですよ、みんな。そうするとやっぱどうやって勉強したらいいんだってなっちゃうと思うので、ではそこをね、話そうかなと思います。まあ今までいろんな動画で言ってきたんですけど、そう、最初にやってたのが何時から何時までこれをやるっていうのでやってたんですよ。で、これがうまくいかなかった。で、本当に本当大問題というか、すごいミスだった。定時にならないと本当にね、動かない人間だったんで、こうちょっとね、ね、テレビ見たりとかゲームしたりとかして、さあ11時から始めようと思ったら11時5分とかになっちゃうと、ああ過ぎちったから11時半から始めようとかっていう風なね、人間だったんで、それまでちょっと休もうみたいなんで、でまた11時半になって、11時301分とか過ぎちゃってたら、ああ過ぎちった、12時からにしようみたいなね、ほんと定時型の人間で、これダメだってことに気づいてね、やばいと、もうなんとかしなきゃいかんっていう風に気づいたんですよ。もうテレビは本当にね、もう直前期とかになったら閉まってた、もう押し入れみたいなと、クローゼットにね、閉まって、あ、そうそう、私一人暮らししてましたから、講習とか全部あのバイト代で払ってましたからね、夏期講習、冬季講習、直前講習も全部。でも、で、大好きなお笑い番組の時だけはこう、一週間に一回ぐらいが出しててましたけど、あ、で、ゲーム機、プレス、だったのかな、プレステ2だったのかな、わかんないですけど、それはあげました。もうこれやってたらシャレにならんと、勉強できないからって言ってあげちゃいました。で、まあ皆さんね、スマホあげるとかっていうのはね、できないと思うので、で、どうするんだっていうんですけど、スマホは制限かけちゃう、で、 Wi-Fi 使わないってやったらすごい限られるでしょ、できること。動画1個見たらもうそれでね、見れなくなっちゃうと、上限にすぐ達しちゃうようにしちゃえばいいと。ああ、今月もう使えないや、ね、速度制限になっちゃってるみたいな。そう、わざとそれをやると、そうすれば動画とか見なくなるとか、見れないわけ。
でしょ。そうだから速度制限で家の Wi-Fi とか使わない。もうその速度制限に達したらもうダメ。でだから Twitter は凍結。凍結Twitter はやらない。 SNS やらない。 LINE だったらもうこの時間しか返さないとかね。あの社会人も同じなんですよ。 E メール打ってる時間でものすごく取られちゃうんですよ。仕事のメールのやり取りとか電話とかですごい時間を取られてしまう。それ同じです。だから電話はしないとか LINE の時間は来たらすぐ返すじゃなくてここだけとかって決める。で速度制限がかかりやすいプランにしておく。 Wi-Fi は使っちゃダメ。こういうことをやっておくと実はかなりうまくいくっていうのはこれ教えてる側になって気づいた。あとは自分が勉強できる時間をストップウォッチで測ってみるといいですよ。自分にご褒美をあげるためにストップウォッチで勉強してる時間を測る人ってねすごくいるんですよ。だからこうやって測ってそれを全部記録しててそれでこうやる気のモチベーションを保つって人は結構いるんですけど、逆もやってみるといいですよ。自分が勉強してない時間をストップウォッチで測ったら一体自分が勉強できる時間ってどれだけあるのかが分かりますから、多分あなたが予想しているよりもずっとあると思います。そこで気づくんですよ。あ、自分ってこんなに勉強してない時間があったんだね、これのほとんど勉強に使えばどんだけ時間あんだよっていう風になるんで、感覚じゃなくて具体的な数値で示されるとですね、人はそうなのかと納得するんですよ。でこれはねやってみることをお勧めします。で自分はどうやってやってたのかっていうと、この時間にはこれっていうのを決めてました。どんだけやる気がなかったとしてもこの時間には絶対これ、王女3時くらい NHK のその英語のラジオが、ラジオ体操があるのかな。でラジオ体操があってでそれやってその後に英会話入門だったかななんかが流れるんですよ。でそこのリスニングを聞いてでそこでこうやる気がなくてもスイッチが入るみたいな形にしてました。まあ、昼のだらけちゃう時間にそれを入れることによってこう切り替えるっていうね。であとはとにかくどこかに移動してる、電車乗ってるとか移動時間は絶対に即単だったからね、その単語帳をやるっていう風に決めて、で寝る前には古文を読むと。現代文はさこの時間にやろうとか思わなくても読むのは面白かった解けたかどうかは別としてね、なるほどみたいな感じで、好きだったんですよ。で長文は絶対毎日1台は必ずやるって決めてましたから、特にまあ慶応大学文学部志望でしたから国立形式のやつですけど、英文解釈の方がまあ最初はメインでしたね。解釈と長文を、だん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  S とか V とか書かなくても分かるようになってったんだけど、一生懸命あの括弧はつけてましたね最初はね。塊でやっぱ見えるようになるまでは大変だった、時間かかった。でもまあ楽しかったんです。まあ富田先生の授業受けて、まあ仲間先生、西先生とかね、やっぱ SV とかこう過去とかつける先生たちだったんで、まあ、それをつけてやってました僕は。最後はそう世界史のカセットテープ、必ずもう寝る直前は世界史のカセットテープを聞いて、河合直樹先生がこう喋って説問言ってくれるので、さあ何でしょう、さあ何でしょうみたいに言ってくれるんで、でそれに答えながら、ね、音です、もう全部音で答えて答えて答えてつって寝るっていう感じだったんですけど、まあこれは本当によかった、よく出たし入試に。で毎日やるとして決まっているのはもう単語、長文は一つ必ずやる、でラジオ聞いて、リスニングはやる、古文は一つ絶対読む、世界史はカセット聞くっていう、この5つは必ずタスクとしてあったんで、ある意味タスク型と時間型のごちゃ混ぜで、他にも時間があったら世界史の一部にとはよくやってたし、まあとにかく土日は世界史の復習がメインだったので、で結構教科数が多いとこんな風にうまくいかんよって思ってるかもしれないですけど、そう教科数があった方がうまくいくことが多い。そう時間がやっぱ限られている方が、人ってやっぱね、いろんな動画で言ってると思うんですけど、締め切りがねこうあった方がやるんですよ。逆に締め切りがなくてボーンと時間があると全然やらない。1ヶ月とか2ヶ月とかね、締め切りがボーンってあるとやらない。ほらね、証拠見てこれ、これ3冊の、ね、英検の本の構成、ギリギリになると人はやるんですよ。さて、そんな感じですね。まあ今ひいこれひいこれやってますけど、だから細かくタスクを与えておくとですね、意外とできたりするわけです。そうでタスクが僕の場合はその最低長文1個って決めてるので、最低ラインだから別に進めばもっとやってもいいわけですよ。でだから古文も最低1つは読むって決めてたんで、ね、もっと読んでもいいわけですね。で世界史のカセットテープも寝るまでなんで、これカセットってねこう流して勝手に止まるわけで、でそこで止まってそのまま寝ちゃってもいいし、そのカセットを裏返してねもう一回聞いてもいいし、別のカセットを聞いてもいいわけだったわけです。この時にこれをやるっていうのと最低限のタスクを合体させた感じです。であとはもうそれを達成したらそれ以外の時間はなるべく世界史に割いて、で現代文漢文もやるっていう感じだったんですよね。だからあまりねタスクをボンとやるとね失敗するんですよ。そうこれだけやるんだっていうタスク型も失敗するし、これだけの時間をやるんだっていうのも自分には合わなかったわけですよね。世界史こんだけやるんだって最初やってたんですけど全然無理だった。
でも最低これだけはやりましょうだったら自分はねうまくいったんだよね。もちろん合うやり方っていうのはね、たくさんあると思いますから、まあ皆さんがどうやってやってるかとかはねぜひコメントにいただければと思うんですが、まあもちろん直前期になったら過去問になるんで、この時間設定とはだいぶ違うんでね、一気に解きますからね。長文だって数台あったりする、まあ慶応の場合1台しかないですけど、他のとこは数台あったりするし、世界史もね、いや本当にね世界史できるようになるまでが大変だったな。できるようになってから楽しいんだけどね、できない間は本当に苦痛だったということでね、そうぜひね、全然 やる気がないよ、全然できないよって人がですね、そう最低限のタスクを与えて、でこの行動をしている時はこれをやるとかって決めるとか、ね、この時間にはこれをやるとかっていうのをくっつけてみるといいですね。でそもそものその計画を立てるためには自分がどれだけできるのかっていうのをね、ぜひストップウォッチとか使って測ってみてください。まあこれが自分に一番合っていたやり方でした。こういうのがね地道にあってセンター後にねボーンって上がっていく、まあ基礎力をつけられたって感じですね。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。